Sophie. Are Leon san? Anata ni ayamaru? Monica ya Oscar ni anata. Ah, sono koto desu ka. Ma, nande atashi no koto o kiite ta no ka wa sono koto nan da kedo. Kore wa ee, kite mite chodai. Ii desu ka? Sore ja. あなたのために作ったのよ。え？私のために？ほら、あなた前言ってたじゃない。いろいろお世話になってるし、こっそり送ろうと思っていた。じゃあ、レオンさんがモニカたちに会った。私の知らないあなたの人となりを知るためよ。そうだったんですね。だって、言ったら驚かせられない。レオンさん、ありがとう。あなたの素敵なところは明るくて前向きなところ。それを意識しつつ好みを反映してみたの。もちろんです。あり、はい。新しいお洋服。この図鑑も随分。ソフィーがそれだけ調合をしたと。何かを。ソフィー、あなたにとっていいこと。はい、間違いありません。H の門、そこに知識の大釜さえあれば、ひょっとしたらプラフタ。ソフィーですが、今のもなぜなら。カニ？あれ？知識の大釜。知識の大釜さえあれば。なので私は釜を使うにふさわしい。そうだったんだ。はい。しかソフィー。え？はい、あなたならば。プラフター。とはいえ鍵を作る。もちろん。そうですか。おぼろ草の花弁に日輪の雫と、これが釜へと至る鍵。だから一筋縄ではいかん。うん、あなたならできると信じ。よし、まずは素材。材料はどれにしよう。
これでいいかな。どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。あ、これいい感じ。あ、これいい感じ。あ、これいい感じ。うん、いいね。この素材はここでいいや。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。へえ、そうなるんだ。うん、いいね。これでいいかな。それじゃ一気に仕上げできた。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、レベルアップ。どの材料を使おう。こんな感じでどの釜がいいか。それじゃあ始めよう。いいね、いいね。よし、いい流れだよ。うんうん、好調好調。いいね、いいね。いいね、いいね。いいね、いいね。大丈夫？ではでは、仕上げてきた。どの特性をつけようかな。こんな感じでいい。うん、これでバッチリ出来上がり。材料はどれを選ぼうかな。どうしよう。どのくらい休もうかな。
ねえねえ、ああ、あそこの店だろ。そうそう。レオンさんのお店、ひょ。なあ、あの仕立て屋、アメリアじゃないか？アメリア、レオン。アメリア？アダレットの。そうそう、確かコンクールで言う。いやいや、いくらなんでも。言えたら。アメリア、レオンマ。どの防具を作るのかしら。どの色。ありがとう。いらっしゃい。どう。その噂で、あ、そのあり、そのあり。ロジーさんなら機械。ん？なんだ？ちょっとこれを見てもらいた。これってなんだかわかります？スイッチはわかりそうですか？俺は家事はできるが、こういうバラしていいなら何かわかるかもしれんが。そうですか。役に立てなくて。いえ、いいんです。ソフィーか。新しい武器？ほら、前に話しただろ。誰でも使えるようなのです。いや、誰でも使えるような武器な。子供からお年寄りまで使える武器となると、ずっとそんなことを考えている。なる、いつもお世話になっていますし。いいのか、それなら。ええー、ちょっと。そうだな。という金属や硬い木材、鉱石、中には昔は手に入ったのに、今はもうほとんど見かけない。そうなんですか。さあな、理由はいろいろあるだろうけど。なるほど。そういう古くて希少な素材、
何か見つかったらでいいんだ。俺は俺で。わかり。ソフィーは落ちた球。どうやら空から落ちてきた球。空から？俺も半信半疑だったんだが、結構な人なんでもひっくり返った状態で、それこそ空から落ちてきたでもないと。そんな場所。もし行くようなことがあるなら。はい。あ。どんな武器を作りたいんだ？それじゃ。